じゃあ次に椅子をセットしてみたいと思いますドラムスツールと思いますけれどもドラム椅子、えー、ドラム椅子は、えー、深く座らないようにしましょうこれはあのーまあ、太もものこの裏側、えー、ちょっと動きづらくなってしまうのでドラム椅子は 浅く座るのが基本です、えー、足の付け根にかからないようにして動きやすくします浅く座ってそれから、えー、体の向きですけれどもよく見かけるのがものすごくものすごく横を向いてしまう例えばこっちが正面なのにものすごく横を向いてなおかつ譜面台が左にあって。 えー、一人だけあの違う方向いてるなんてこともありますのであとはこっちの太鼓も叩きづらくなるということであまり左の方に向かないように注意します、えっとまあ左にハイハットが来るのでだいたい、えー、バスラと足まっすぐなるぐらい少し左向くぐらいに椅子を置きますそれから、えー、椅子の高さですけど 椅子の高さは割と好みがあって人それぞれではあるんですけれども一つ注意するところはこれが大事ですこまあ極端な話膝が足の付け根より上にあると非常に叩きづらい。 えー、やってみると、えー、分かると思いますが非常に叩き,、えー、叩きづらいですで足の重みも、えー、ちょっと使えなくなるので、えー、やりづらいので、えー、膝を付けのよりもちょっと下げるその状態で、えー、もっと高くしたりとかもう少し低くしたりとかっていうのを自分の好みで、えー、調整していくのがいいと思います。まあ、低めだと まあ感感覚覚的ににどどんどんとと力強く踏むっていう感覚になると思います逆に高いと力強さというよりかはスピーディーだったりスムーズさだったりっていうのをえ求めたい時にちょっと高めにするとえ踏みやすくなると思いますので自分なりにどの辺りが踏みやすいか。 によって、えー、高さを自分なりに変えていきます。まあ膝の位置を、えー、注意しましょう。